マヌエル2世は、ポルトガル王国の最後の国王。カルロス1世と、フランス国王、ルイ・フィリップの早々がアメリア王ヒの子。実名は、マヌエル・マリア・フィリペ、カルロス・アメリオ・ルイス・ミゲル・ラファエル・ガブリエル・ゴンザが、シャビエル・フランシスコ・デ・アシス・エウジェニオで、愛国王と呼ばれる。ソフ・ルイス1世の治世最後の年に生まれ、ベージャ公爵の称号を授けられた。1908年に、 マヌエルが即位したのは、不王カルロス一世と兄の王大,大使ブラガンサ公爵、ルイス・フィリペが、同時に王が弾圧していた急進的共和主義者に暗殺されたためである。カルロス一世の法満財政を由来とする社会不安が要因であった事件であった。次男のベージャ公爵マヌエルも、この暗殺事件で腕を負傷したが、不王が即死20分後に兄が死亡したことにより、 数日後にマヌエル二世として即位することとなった。王太子として育てられた兄と違い、若いマヌエルは国王としての教育を受けていなかったが、崩壊に向かうブラガンサ王家を独裁者、ジョアン・フランコの内閣から守ろうと努めた。だが自由選挙が行われ、共和主義政党と社会主義政党の圧倒的な勝利の結果、1910年10月4日に革命が起こり、 王政の廃止と共和制が成立した。王位を追われたマネル二世はジブラルタルを経てイギリスへ亡命した。なおもポルトガル国内の王党派は王政復興運動を進めていたが、1910年にブラガンサ王家の復活に失敗している。1913年9月4日、ホーエンツオレルンジグマリン元皇、ビルヘルムの娘、アウグステ・ヴィクトリアとイギリスで結婚した。 亡命後のマヌエルは中世からルネサンス期のポルトガル文学についての非常に貴重な本を執筆するのをライフワークとした。1932年ミドルセックスで死去した。ポルトガル本土ではサラザール体制により国葬が行われた。妻アウグスタとの間には子がなかったため死の前にポルトガル王位の後継者として 対立する、ミゲリスタ側の多い請求者であったドゥアルテヌノを指名した。これにより、ドゥアルテヌノは統一されたポルトガル多い請求者となった。ドゥアルテヌノは、ブラジル皇帝ペドロ2世の彦で10枚のマリア、フランシスカを妻に迎え、国王の母アメリードルレアンは、ドゥアルテヌノの長男ドゥアルテピオの名付け親を務めた。マヌエル2世、ありがとうございます。